長崎市に住む松本隆さん26歳。この春高校の教師を辞め、ソフトテニスのプロ選手として歩き始めました。拠点は長崎に置きながらも、全日本の大会で上位に入るっていうことと、あとはやっぱり長崎、ずっと長崎県で育ってきたので、いろんな方と交流をして、いろんな方とにこう還元できるような、分かりやすく言うと、応援されるだけじゃなくて自分も応援する選手、スポーツ選手っていうとこうスポンサーさんからお金をいただくこう一方的な関係が多いので、じゃなくて自分がそのスポンサーさんだったりとか応援してくださる方を宣伝したり、逆に自分の持ってる知識をこう与えたりして、なんていうんですか、お互いこう助け合うようなこうスポーツ選手になりたいです。松本さんは全日本クラスの大会で優勝を目指すプロでもあり、もう一つの顔があります。YouTuber としてテニスについて語り、収入を得るのです。こんにちは、松本です。今日は西日本選手権の1回戦中京大学戦を話していきたいと思います。結果的に 4-0 で勝ったんですが、この時の、簡単に勝てる試合ではなかったので、それについて話をしていきたいと思います。この試合に入る前に3つのテーマを自分で掲げて、それがどうだったのかっていうのを話していきたいと思います。1つ目は失敗を生かすということ、2つ目は最高の準備をするということ、3つ目は自分の直感を信じる。この3つのテーマを試合前に掲げて試合に臨みました。あ、そうですね、選手が解説しているのは珍しいですね。コート以外のこう状況とかも伝えて、これを見てくれている子どもたちが、あ、こういうことに気をつけていった方がいいんだみたいなのをこう学んでもらえれば嬉しいなと思います。後々はこう教材として販売をしていきたいと思ってます。松本さんは3月まで長崎工業高校の教師でした。去年高層帯がなくなって、なんかその時になんていうんですかね、自分は教師だったんですけど、こうかける言葉が全然なくて、なんか教師だけど何もしてやれないっていうことが分かったんですよね、自分。まあ、結局自分がこう何かに挑戦したりとか、まだやり残したことがあるから、こう言葉が出なかったりとか、何もこう影響を与えられてないなっていうのに気づいて、自分の持ってやりたいことっていうか、なんていうんですかね、自分自身がこう挑戦して引っ張っていくとか、そういう方が自分に合ってるんじゃないのかなと思って、ちょっと辞めるのを決断しました。あ、親は大反対で松本さんは西海市出身、3人兄弟の末っ子、父親の影響でソフトテニスを始めました。長崎工業高校から長崎大学に進学、卒業後は母校長崎工業の教師となり、ソフトテニス部の顧問も3年間務めました。今年3月に退職し、社会人チームレペゼン長崎に所属、練習を重ねています。教師を辞め住居を変えました。車も売りました。アルバイトもたまにしています。家賃や食費を節約するため、テニスのチームメイトと共同生活を始めました。玉ねぎで涙が、たまに辛い時は泣いてましたね。なんか自分がこうどうした方がいいのかわからない時とかは結構ありましたね。辞めたばっかりの時とか、あ、この先どうなるんだろうっていう、こう1ヶ月先もこう想像がつかないような感じだったんで、ストレスはたまらないですか？そうですね、ストレスはたまるときはあります。結構友達と喋ってますね、電話、東京の友達とかと喋って、はい、話聞いてもらってます結構。
なんかやっぱりみんなこう諦めたことを自分がやってるので、こう頑張ってほしいっていう人が多いですね。はい、なんか辞めてから連絡めっちゃ来るようになりました。いろんな人から。収入を得る手段として、YouTuber のほか、Twitter など SNS を駆使した広告展開を模索しています。何でもできるからこそ、こう何をするのかを自分で決めなくちゃいけないので、そこは難しいですけど楽しいです。この日は宣伝のためのインスタグラム立ち上げを代行した知り合いの整体院を訪ねました。こんにちは。この間ありがとうございました。この間行ってた T シャツができたんで。本当ですか。こんな感じです。こんな感じ。どんな感じ。ちょうど青で一緒。インスタグラムとともに松本さんがデザインした T シャツを作り、PR に一役買うのです。これで練習して広げて。これも広告収入のアイデア。まあ宣伝にもなるし、応援にもなるし。私もソフトテニスをしてたっていうのもあって、でソフトテニスってどっちかといえばこうマイナーなスポーツなんですけど、そのソフトテニスでプロを目指そうっていうのも本当にもう大きな挑戦だなっていうのもあって。プロになって初めての全国規模の大会が長崎市で開かれました。愛知県伊勢から男女700人が参加した西日本ソフトテニス選手権。一般男子3回戦に勝ち進んだ松本・沢村ペア。相手は全国大会で入賞している宮崎県の強豪チーム。松本・沢村ペア、善戦するもストロークやサーブ力の差が出て4対0で負けてしまいました。いや、もう全然レベルが違うなっていうのが正直な感想です。はい、筋肉の使い方などフィジカル面で支援している人がいます。僕が体の方だけで見たら、まだまだ余力がたくさんある、伸びしろがたくさんあると思うので、そこは実際にプレー今も見せてもらって、全然チャレンジする価値があるかなと、それは本当に思います。長崎にない、チャレンジだと思うんで、一個こうなんかいろんなスイッチを入れてくれる形になるかなと、面白いチャレンジだと思ってます。なんでぜひ応援させてくれっていうので。この日、松本さんは支援してくれているスポーツショップを訪ねました。こんにちは。はい、お疲れ様です。お久しぶりです。お話しかけて、昨日は佐世保の NXI は竹津木原に決勝で負けて、一応スポンサー契約みたいな感じでさせてもらってるんですけど、はい、もう新たな松本君の挑戦ということで、一緒に協力してやっていければいいと思って。平野さんが開いている小中学生の練習会、松本さんも一緒に参加しています。子どもたちに技を教えるだけでなく、気持ちの面、メンタルのサポートも心がけています。ただ試合に勝つだけでなく、ソフトテニスの面白さを多くの人にプロとして伝えていきたいと思っています。
自分の今の仕事は結構こう挑戦、成功するとか失敗するももちろん大事なんですけど、こうみんながやってないことにチャレンジするとか、自分ができないことにチャレンジをするっていうのがやっぱ一番大事だと思ってて、だからこそみんなこう発信 YouTube を見てく見たいと思ってくださったりとか、実際に会いたいと思ってくださるので、こうとにかく失敗を恐れず挑戦するっていうことをこう絶対忘れないでやっていこうと思ってます。なんか自分の好きな言葉に、あの迷わず行けよ、行けばわかるさっていう言葉があるんですけど、行かないとやっぱりわからないと思うので、行った先にこうどんな世界だったりどんな景色が あるのかっていうのをこう見てみたいっていう、こう興味関心ですね。それが多分今のこう原動力になってるのかなと思います。長崎を拠点に日本一を目指すプロソフトテニスプレイヤー、そしてユーチューバー、松本隆さん26歳。チャレンジは始まったばかり。